第一章、秘密の備蓄。風は冷たい夜空を吹き抜け、都市の明かりがかすかに揺れていた。主人公アレクサ・ハーパーは普通の公務員として日々を過ごしていたが、彼女はある日政府の陰謀に巻き込まれることになる。アレクサは普段と変わらない朝、仕事に向かう途中でふとした偶然から怪しい情報を耳にするのだった。政府が都市の地下に何かを隠しているとの噂だった。彼女は初めは単なる都市伝説だと思っていたが、なぜかその情報が彼女を引き寄せるように感じられた。数日後、アレクサは勇気を振り絞り、仕事の合間に情報を探り始めるのだった。彼女の調査の先には、政府の食料備蓄プロジェクトという巨大な計画が明らかになっていった。都市の地下には、市民には知られていない数々の備蓄食品が保管され、それは特定のグループにだけ供給されているというのだった。アレクサは困惑しながらも、真相に迫りたいという欲求に駆られていった。夜になると、彼女は地下のトンネルに忍び込む冒険に身を投じていった。暗い地下空間では足元が不安定で、アレクサは懐中電灯の光を頼りに進んでいった。進む先には、予期せぬ発見が待ち構えていた。政府の備蓄庫には通常の数倍にも及ぶ食料が保管されており、その中には新種の食品や特殊な保存技術が駆使された商品が並んでいた。アレクサはその様子を写真に収め、プロジェクトの全貌を解き明かすべく情報を収集し始めたのだ。その時、彼女は何者かの足音に気づいた。何者かが近づいていることを感じ、彼女は急いで影に隠れた。そこには政府のエージェントらしき人物たちが冷酷な表情で備蓄庫を見回っている様子があったのだ。アレクサは息を潜めながら、エージェントたちの会話に聞き耳を立てた。その中で、計画は順調に進行しているようだ。市民は知るべきではない。という言葉が聞こえた。政府の裏で進む陰謀がアレクサの目の前に広がり、彼女はそれを証拠として収集することを決意した。暗闇に身を隠し、急いで地上に戻ったアレクサは、目撃した出来事を証言として残すべく、密かに行動を開始するのだった。第二章、謎めいた影。アレクサは収集した証拠を秘密裏に保管し、同時に信頼できる仲間を見つけることを決意した。彼女はかつて共に働いていた同僚ジェイクに相談しようと考えたのだ。ジェイクは情報に敏感で信頼のおける人物だった。夜のカフェで再会したアレクサとジェイクは証拠を見せつつ政府の陰謀について語り合った。ジェイクは最初は疑念を抱きながらも、次第にアレクサの話に引き込まれていった。彼もまた何かが裏で起きていることを感じ取っていたのだ。これは大きな問題だ。でも冷静に行動しないと危険だよね。とジェイクはアレクサに囁いた。二人は共に情報を集め、政府の陰謀に対抗するために秘密結社を形成することを決意した。彼らのグループは、
影の連合と名付けられ、政府による食料備蓄プロジェクトの全容を暴くべく活動を始めた。アレクサとジェイクは都市の裏通りや廃墟の中で密かに会議を重ね、他の信頼できる仲間たちを募ることに成功した。彼らの中には元軍人、優れたハッカー、そして地元の新聞記者が含まれていた。各々が持つスキルを結集し、政府の陰謀に迫るための計画が進行していった。一方で政府は影の連合の存在に気づきつつあり、その動きを抑えるべく動き始めていた。エージェントたちはアレクサとジェイクの後をつけ、彼らの通信を盗聴しようとしていた。アレクサと彼女の仲間たちは身を守るために次第に高度な暗号通信や秘密の伝達手段を駆使していく必要が生じた。物語は影の連合が政府の陰謀に挑む中、秘密の備蓄プロジェクトの背後に潜む真実が次第に明らかになる過程を描いていく。彼らは新たな秩序を築くべく、カオスとサバイバルの中で結束し、感染の脅威にも立ち向かっていくのであった。第三章、真実の探求。影の連合は徐々に力をつけ、政府の陰謀に立ち向かうための計画を練り上げていた。アレクサとジェイクは新たな仲間たちと共に、政府の食料備蓄プロジェクトの裏に潜む真実に迫るため、危険を冒して情報を集め続けていた。彼らは都市の外れに位置する政府の施設に侵入し、プロジェクトの最新な情報を手に入れるために潜入計画を練った。ジェイクは軍の経験を生かし、アレクサはハッキングのスキルを駆使して施設のセキュリティを突破する作戦を進めていた。ある夜、影の連合は施設に忍び込むことに成功した。その中には政府の巧妙に仕組まれた仕掛けや隠されたカメラが待ち受けていたが、彼らはそのすべてを見抜き、情報を入手することに成功したのだ。アレクサは巨大な備蓄庫の中で驚きの光景に遭遇した。通常の食料だけでなく、未知の技術によって開発された特殊な栄養食や保存技術が数多く積み重ねられていたのだ。それらは市民には提供されず、特定のグループだけに分け与えられていたのだ。一方でジェイクは施設の中枢であるコントロールルームに忍び込み、プロジェクトの全容を解明するためのデータを入手した。その中には政府が感染の脅威を利用し、秘密の食料備蓄プロジェクトを推進していた記録が詰まっていたのだ。真実を知ったアレクサとジェイクは、これまで以上に政府の陰謀に対抗する決意を固めた。影の連合は入手した情報をもとに、都市中に真実を暴露し、市民たちにその実態を知らせるために動き始めた。一方で政府は影の連合の存在を悟り、対抗措置を講じるために動き出した。エージェントたちは彼らを追い詰め、施設内に仕掛けられたセキュリティによって影の連合は追い込まれていくのであった。物語は政府と影の連合が対決する中、真相が市民たちに知られる瞬間までの緊迫した状況を描いていた。政府の食料備蓄プロジェクトの陰謀が明るみに出れば、
新たな秩序の構築に向けた動きが都市を揺り動かすことになるだろう。第四章、戦いの結末。影の連合と政府の対立は次第に激化し、都市全体が緊張に包まれていた。アレクサとジェイクは入手した情報をもとに市民たちに真実を伝えるための計画を進め、同時に政府との直接の衝突を回避しようと考えていた。一方で政府は影の連合が暴露しようとしている真実を封じるために巧妙かつ徹底的な対抗措置を進めていた。エージェントたちは市内において影の連合のメンバーを追い詰め、同時に市民たちに対してプロパガンダを用いて混乱を招こうとしていた。影の連合は計画を実行すべく、市内の各地に真実を伝えるためのビラやポスターを配布し、同時にネットワークを通じて情報を拡散させる作戦を開始した。市民たちは次第に政府の裏で進む陰謀に疑念を抱き始め、動揺が広がっていった。アレクサとジェイクは暗闘の最中、政府からの妨害や脅威に直面しながらも、市民たちに真実を届けるために奮闘した。彼らは市内のスピーカーシステムをハッキングし、政府の捜査から解放された市民たちに向けて訴えるメッセージを流すことに成功したのだ。同時に政府も対抗措置を強化し、エージェントたちは影の連合のメンバーを逮捕するべく行動を開始した。市内は混乱に巻き込まれ、暗闘が頂点に達していた。物語はアレクサとジェイクが最後の手段を講じ、市民たちに真実を伝える瞬間に迫っていった。一方で政府は最後の抵抗を試み、新たな秩序のために戦う姿勢を見せていった。結末は未知の展開を迎える中、都市全体がその運命に向き合っていくのであった。